天県寺橋は、佐賀県宮城郡宮城町と福岡県久留米市との間を流れる筑後川に架か,かる、佐賀県道、福岡県道138号西島地区方線の PC シャバリ橋である。天県寺橋が建設される前までは、天県寺渡しという渡し船が運行され、筑後川改修工事で陸の孤島となった土井外地区と他の地区への移動手段となっており、小学生なども、 通学時に都線を利用していた。しかし1950年2月13日、強風の影響で、小中学生や教諭など45人が乗船していた、都線が沈没し、6人の小学生が亡くなった。このため、この区間に天県地橋が建設されることになった。事故から4年後に橋が建設されたが、車道の福音が4.5メートルしかなく、車の離号のために、 橋上の2箇所が5.5メートルに拡幅されていた。1999年に現在の天県地橋が開通した。土井外地区には学童遭難の人、六地蔵が建立された。事故では下級生数人を助けたの父からつきて亡くなった上級生もおり、地元の宮城町立峰中学校では道徳の授業でこの事故から命の尊さを考える授業が行われている。 2009年から宮城町商工会青年部とくるめ、南部商工会青年部により橋を通行止めにして、福岡、佐賀両県民による大綱引きを主なイベントとする県境フェスティバルが開催されている。ありがとうございます。